こんにちは、サードラです。今回はおそらくこの後ですね、日本版のモンハンナウの YouTube チャンネルでも投稿されるんじゃないかなとは思うんですけども、海外向けのモンスターハンターナウの YouTube チャンネルにて、テオテスカトルが内定しましたので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。早速こちらですね、海外のモンスターハンターナウのね YouTube チャンネルに投稿された動画を見ていくんですが、一応ねこの動画は固定コメントにリンクを貼っておきますので、個別でね見たい方はそちらから見ていただければと思います。で、一応ね動画が公開されて、これ普通にねさっき次元リンクの情報が公開されたので、それ関係のね動画かなと思って見ていたんですけども、まあこの後ですねまあここはまだ普通のムービーが流れてまして、まあここですね、こうみんなで集まって見上げて、これですね、ここでまさかのテオテスカトルが内定しました。まあ一瞬しかね映らなかったんですけど、こんな感じですね。で、まあムービーは終わりとなりますね。まあ、っていう感じでね、まさかのテオテスカトルがこれで内定しましたので、まあ、今からね、できる準備としては、テオテスカトルはね、原作通りであれば、水属性と氷がね、効きますので、まあ、前にもね、動画でもお話をしているんですが、今ね、来ている玉見連れで水属性武器を作るとか、まあ、あとは、クシャルダオラの武器ですね、っていうのが、狩人の結束がついているので、そのあたりですね、っていうのをしっかりね、強化しておいた方がいいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもモンハンナウの動画上げていきますので、よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ。